テイトン妖精。얘 여기도 기사단이 있네. 예, 여기는 아까 이제 소문은 안 됐을 거야. どうかな? 마, 안마 메다다나이 요니나. 하이, 私も 早く 후레니 追いつきたい ですから. 자, 사사토 토리데온 抜けますか? 쟤 또 어디 가냐? 本当に 分かってるのかね? はい、いらっしゃい。かの剣商アッサムが撃った。旅をするならスキルは重要だよ。スキルって？スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが、剣商アッサムは特殊な方法を用い、その技術を武器に封じ込めた。 ボディ ブラスティアには力を封じ込めた武器より技術を習得する機能がある。武器を使い続けることで、その武器に宿ったスキルを装備者に還元することができる。お嬢さん物知りだな。昔にクリティア族が人間に伝えたと本にありました。へえ、ボディブラスティアってわざや魔術を使うためだけかと思ってたぜ。自分に合った戦いをするために スキルを考えながら武器を選ぶってのが、スキルのない単純に攻撃力の高い武器もある。おにぎりハードボケた。こんな場所で商売やって繁盛してんの？いや、俺も好きでここにいるわけじゃないんだ。砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がね。だそうだぞ。 聞いてないと。え？何か言いました？情報を集めてくるからそこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな古くてページの抜けた本でよければね。あ、ありがとうございます。 その本、面白いの？ 面白いですよ。 後でユーリにも貸してあげますね。 体当たりを耐えれば奴ら魔物は去る。訓練を思い出せ。よし、退避は完了した。扉を閉めろ。閉門を待ちなさい。まだ残された人が。 오, 뭐야? 너 맘보스야? 근데 거대한데? 아래, 전부 마모노나노. 데이터を出て早々にとんでもないもんにあったな. 俺, 뭔가 ついてんのか? 왔다고 또 난리 치는 거 아니야? お人形、ママのお人形。
ここで待ってろ。ったく、めちゃくちゃ目立ってんじゃねえか。ユーリ。なんとお礼を言えばいいか。いえそんな。怪我まで治してもらって本当に助かりました。みんなが無事で本当によかった。あれ安心した途端それかよ。結界の外って凶暴な魔物がたくさんいてこんなに危険だったんですね。あんな大軍で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか。そりゃ無理だろう。結界は貴重品だ。そうですよね。今の技術では作り出せませんから。ブラスティアを生み出した古代ゲライオス文明の技術が蘇ればいいのに。それが蘇っても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。そこの二人、少し話を聞かせてもらいたい。だからなぜに通さんのだ。魔物など俺様がこの拳でノックアウトしてやるものを。簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。貴様は我々の実力を侮るというのだな。やめろ。邪魔するな。先の仕事で騎士に出し抜かれた鬱憤をここで晴らす。おい、これだからギルドの連中は。あの様子じゃ門を抜けんのは無理だな。そんな、フレンが向かった花の町ハルルはこの先なのに。騎士に捕まるのも面倒だ。別の道を探そう。如果ねえ、あなた私の下で働かない？監視本部の表情。ボスに対して失礼だぞ。返事はどうした？名乗りもせずに金で釣るのは失礼って言わないんだな。いや、お前予想通り面白い子ね。私はギルド・ド・マルシェのカウフマンよ。商売から流通までを仕切らせてもらってるわ。ふん、ギルドね。私今困ってるのよ。この地響きの元凶のせいで。あんま想像したくねえけど、これって魔物の仕業なのか？ええ、平原の主のね。平原の主？魔物の大群の親玉よ。あの群れの親玉って世の中すげえのがいるな。どこか別の道から平原を越えられませんか？先を急いでるんです。そう、平原の主が去るのを待つしかないんじゃない？焦っても仕方ねえってわけだ。待ってなんていられません。私他の人にも聞いてきます。流通まで取り仕切ってるのに別の道本当に知らないの？主さえ去ればあなたを雇って強行突破って作戦があるけど、協力する気はなさそうね。護衛が欲しいなら騎士に頼んでくれ。冗談はやめてよね。私は帝国の市民権を捨てたギルドの人間よ。自分で生きるって決めて帝国から飛び出したのに今さら助けてくれはないでしょう。当然
騎士団だってギルドの護衛なんてしないわ。へえ、自分で決めたことにはちゃんと筋を通すんだな。そのくらいの根性がなきゃギルドなんてやってらんないわ。ならその根性で平原の主も何とかしてくれ。ここから西、クオイの森に行きなさい。その森を抜ければ平原の向こうに出られるわ。けどあんたらはそこを通らないってことは、何かお楽しみがあるわけだ。察しのいい子は好きよ。先行投資を無駄にしない子はもっと好きだけど。礼は言っとくよ。ありがとな、お姉さん。仕事の話はまた縁があれば。エステル、ちょっと休憩です。魔物が去るまでこんな場所で待ったりしませんから。あっそう、じゃあ一人で抜け道を行くことにするわ。え、分かったんですか。待ってください。こいぞ。この場所にある森ってまさかクオイの森？ご名答、よく知ってるな。クオイに踏み入る者、その身に呪い降りかかると本で読んだことが。なるほど、それがお楽しみってわけか。行かないのか。ま、俺はいいけど、フレンはどうすんの？わかりました、行きましょう。サンちゃんで？何の音です？足元がひんやりします。まさかこれが呪い？どんな呪いだよ。木の下に埋められた死体から呪いの声がじわじわと這い上がり、私たちを道連れに。おいおい、あれは？これブラスティアか。なんでこんな場所に。少し休憩しよう。大丈夫です。あれ、これは。え、おい、エステル。苦っ。大丈夫か？少し頭が。でも平気です。私一体。突然倒れたんだよ。なんか身に覚えないか？もしかしたらエアルに酔ったのかもしれません。エアルってブラスティア動かす燃料みたいなもんだろ。目には見えないけど大気中に紛れてるってやつ。はい、そのエアルです。濃いエアルは人体に悪い影響を与えると前に本で読みました。だとすると呪いの噂ってのはそのせいなのかもな。倒れたばっかなんだ、もうちょいゆっくりしとけ。そうはいきません、早くフレンに追いつかないと。また倒れて今度は一晩中起きなかったらどうすんだよ。でも。そう。これで腹ごしらえはやっぱり無理か。とても美味しいです。ん？スイタゴ。ちょっと待ってな。簡単なもんなら作れっから。
ユーリは料理できるんです？城のコックと比べんなよ。下町育ちで勝手に覚えた簡単な料理だからな。フレンが危険なのにユーリは心配ではないんです。ん？そう見える？はい。実際心配してねえからな。あいつなら自分で何とかしちまうだろうし、あいつを狙ってる連中には本当同情するよ。え？ガキの頃から何やってもフレンには勝てなかったもんな。その上余裕かましてこう言うんだぜ。大丈夫？ユーリってさ。羨ましいな。私にはそういう人。いても口うるさいだけだぞ。おい、できた。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。すごく美味しかったです。剣や魔術と同じ、やらないと覚えられないもんだ。料理なんてレシピを手に入れて練習すれば作れるようになるさ。レシピを手に入れて練習ですか？じゃあ俺がお手本見せるよ。見てな。手際いいですね。まあ人には得て不得てがあるからな。レシピを見ればその通りにできるってわけでもないし。そうなんです？じゃあ失敗とか。まあそうならないように味見するんだろうけど、しないやつもたまにいるからな。味見？味見を知らねえのか？まあ城に住んでる貴族のお嬢様だもんな。それが貴族のお嬢様。どうした、ラピード？さて、そろそろ行くか。忙しいガキだな。大丈夫ですよ。あれ、魔物が女の人に。ったく、何やってんだか。僕はカロル・カペル。魔物を買って世界を渡り歩くギルド魔界の剣の一員さ。俺はユーリ、それにエステルとラピードだ。じゃあそういうことで。ちょっとユーリ、ごめんなさい。えって、ああ、待って待って待って。二人は森に入りたくてここに来たんでしょ？いえ、私たち森を抜けてここまで来たんです。今から花の町ハルルに行きます。え、嘘、呪いの森を。あ、ならエッグベア見なかった？ユーリ、知ってます？さあ、見てねえと思うぞ。そっか、なら僕も町に戻ろうかな。あんまり待たせると絶対に怒るし。二人だけじゃ心配だから、曲がりの剣のエースである僕が町まで一緒に行ってあげるよ。ほらほら、なんたって僕はブラスティアだって持ってるんだよ。あれ、二人ともなんでブラスティア持ってるの？魔物の情報ですね。これからどんどん増えていく予定なの。ちょっとねえ、勝手に書き込まないでよ。エースの腕前も剣が折れちゃ披露できねえな。いやだな、こんなのただのハンデだよ。あれ、なんかいい感じ。무시하고가그냥 아보고와갓ってんの하루루와森出て北の方だよ。もう置いてかないでよ。
옆에 상자 있다. 야, 상자 먹어야 돼. 노감? 다 알아듣는 것 같은데? 저러다 나중에 사람으로 변하는 거 아니야? 뭐야? 아까 그 큰 생물 있었는데 걔는 안 싸운 건가 보네. 빛난다, 빛난다. 뭐야, 또, 예. 어, 얘 그 애 아니냐? 그, 기사 단장인가? 그치, 하루루. 야, 북쪽이 아니잖아. 북동쪽이잖아. 어떻게 북쪽이라 그래. 여기가 하나의 마치 하루루なんですよね. 응, そうだよ. この町、結界ないのか? そんなはずは… 二人ともハルルは初めて? そっか、だったらハルルの木のシュルトブラスティアも知らないんだ。 木の結界? ブラスティアの中には植物と融合し、有機的特性を身につけることで、その代表が花の町ハルルのチルトブラスティアだと本で。白色だな。 で、 その自慢の結界はどうしちまったんだ? <笑>役に立ってねえみたいだけど。毎年、満開の季節が近づくと、一時的に結界が弱くなるんだよ。ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われて。シルトブラスティアがやられたのか。うん。 魔物はやっつけたけど、木が徐々に枯れ始めてるんだ。あ、どうしたんです? ごめん、用事があったんだ。じゃあね。 勝手に忙しいやつだな。 エステルはフレンを探すんだよな。 あ、 おとなしくしとけって、まだ分かってないらしいな。 それに、 フレンはいいのかよ? 뭐야? 私に 皆さんの手当てをさせてくれませんか? なんと! 忠実をお使いになるのか? それはぜひとも! そんなのいりません! すごい! 痛みがなくなった! いえ、そんな… 全然… いやはや… これほどの忠術があったなんて… なんと、お礼を言えばいいのか。 いえ、本当にいいですから。 謙虚なお嬢さんだ。 騎士団の方々にも見習ってほしいものです。 まったくですよ。 騎士にご縁をお願いしても何もしてくれないんですから。 まあ、帝国の方々には。 嘘、そんなはずは。 あ、 でも、あの騎士様だけは違ってましたよね。おお、あの青年か。彼がいなければ今頃私らは全滅でしたわ。今年は結界の弱まる時期が早く、偶然町に滞在していた巡礼の騎士様ご一行が。うん、ね、巡礼の騎士って、その騎士様ってフレンって名前じゃなかった？ええ、フレンシーフォト。 まだ町にいるんですか? いえ、そんな決壊を直す魔導士を探すと言って旅立たれました。行き先までは分かんないか。東の方へ向かったようですが、それ以上のことは。そうですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。よかったな、追いついて。はい、 会うまでは安心できませんけど、よかったです。ハルルの木でも見に行こうぜ。エステルも見たいだろ。はい、ユーリはいいんです。コア泥棒を追わなくても。木見てる時間くらいはあるって。はぁ、人違いか。ギルドのみんなもいない。随分待たせたからな。 満開に咲く春るの花。カロル? どうしたんです? どこ行っちゃったんだろう。本当に行っちゃったのかな?
クだってちゃんとやってんのに。カロル？一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい、おしまい。武器も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。おさんも戦っていいって言ってくれるね。フレイ様みたいに魔物もやっつけよう。ああ、あんな子供まで、早く結界が戻ればいいのに。そうだな。近くで見るとほんとでっけえ。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね、満開の花が咲いて町を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。うん？魔物が来ればまた怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を？こんなでかい木だ、魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ。何か他に理由があるってことですか？俺はそう思うけどな。お二人とも一体何をなさっているのですか？木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因まではわからなかったようですから。カロル、何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと。なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。ん？どういうことだ？土をよく見て、変色してるでしょ。それ町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと、魔物の血が。そうだったのですか。カロルは物知りなんですね。僕にかかればこんくらいとってことないよ。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか。あるよ、あるけど誰も信じてくれないよ。なんだよ、言ってみなって。パナシアボトルがあれば直せると思うんだ。パナシアボトル？パナシアボトルか。よろず屋にあればいいけど。行きましょう、ユーリ。あいよ、いらし。パナシアボトルはあるか？あいにくと今切らしてるんだ。そんな。素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作れる？エグベアの爪と、エグベアバルト。これがじゅうエグベアの花びらを잡으러간거였구나。けど、パナシアボトルは一体何に使うんだ？先日も同じことを聞いてきたガキがいたんだが。ハルルの木を直すんです。え？パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。なるほど。あの、ニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実だ。なら、エッグビアは？悪い、魔物は専門外だからよく知らないんだ。魔物狩りを生業にしてる曲がりの剣の人間でもいれば。あいつ、そのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも花は枯れちゃってるし。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから聞いてみてよ。わかった、素材が集まったらまた来るよ。じゃあ장로。おい、カロル、クオイの森に行くぞ。
え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。悲しいやボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてんのか。だったら俺はお前の言葉にかけるよ、ユーリー。もうしょうがないな。決まりですね。私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのはユーリですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。イサラミさんの方が？ルルリアの花びらを持っていませんか？誰からそれを？確かに持っていますが。なるほど、ルルリエの花びらはハルルの木に咲く三つの花の一つ。それを半年間陰干しにして作る貴重なもの。最後の一つですが、木が蘇るのであれば。ありがとうございます。あとはニアの実とエッグベアの爪だっけ。うん、クオイの森へ行こう。ねえ、疑問に思ってたんだけど、二人ラピードもなんだけど、なんでブラスティア持ってるの？普通ボディブラスティアなんて貴重品持ってないはずなんだけどな。カロルも持ってんじゃん。僕はギルドに所属してるし、手に入れる機会はあるんだよ。ブラスティア発掘が専門のギルド、ルインズゲートのおかげで出物も増えたしね。へえ、遺跡からブラスティア掘り出してるギルドまであんのか。うん、そうでもしなきゃ帝国が牛耳るブラスティアを個人で入手するなんて無理だよ。古代文明の遺産ブラスティアは有用性とともに危険性を持つため、帝国が使用を管理している。ブラスティアがあれば危険な魔術を誰でも使えるようになりますから、無理もないことだと思います。やりすぎて独占になってるけどな。それは。え、実際のとこどうなの？なんで持ってんの？俺昔騎士団にいたから、辞めた選別にもらったの。ラピードのは前のご主人様の形見だ。選別ってそれ盗品なんじゃ。あ、私は貴族のお嬢様なんだから、ブラスティアくらい持ってるって。やっぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもんね。バカ言ってねえで、さっきんとこにニアの実取りに行くぞ。あとはエッグベアの爪。森の中を歩いてエッグベアを探すんです？それじゃあ見つからないよ。ならどうすんだ？ニアの実一つちょうだい。エッグベアを誘い出すのに使うから。エッグベアはね、かなり変わった嗅覚の持ち主なんだ。クソ、お前クソ。ちょ、僕が臭いみたいに。先に言っておいてください。무슨짓을했는데이래그렇게기절했어라피도しっかりして。みんな警戒してね。いつ飛び出してきてもいいように。それにエッグベアは凶暴なことでも有名だから。その凶暴な魔物の相手はカロル先生がやってくれるわけ？やだな、当然でしょう。私もお手伝いします。ほら、ラピードも。じゃあまあ、これでちょっと森の中歩き回ってみっか。あ、이로가는거맞네。ふっ、숨는다。気をつけて。そう言ってる張本人が真っ先に隠れるなんていいご身分だな。エースの見せ場は最後なの。
これは違いますよね。絵だ絵だ。うわ！これがエッグベア。なるほど、カーロル先生の花曲がり大作戦は成功ってわけか。変な名前勝手につけないでよ。そういうセリフはシャキッと立って言うもんだ。トンネパシックはすんで、おおおお。すごいま。아니근데왜기본기술이세대밖에못해요더때려야지俺わかんないし。이나誰でもできるよ。すぐ剥がれるから。私にも手伝わせてください。エステルは周囲の警戒な。はい。もう動かないよね。驚いた振りがうまいな、カロル先生は。そう。うわ。鼻は大丈夫か、ラピード。さ、戻ろうぜ。뭐야신루블랑하이하하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 하怒るのは勘弁してあげるのだ。噂ごときに怯えるとは、それでも手腕隊の騎士か。ねえ、何したの？器物破損？脱獄だけだと思うんだけど。まあ、とにかく逃げるぞ。これでよしっと。ダメですよ。無関係な人にも迷惑になります。誰も通りゃしないよ。なんせ呪いの森だからな。얘네들헤매겠구만못나오고。うわ、待てよ。おお、戻ってきたか。ちゃんとあるよ。エグベアの爪、ニアの実、ルルリエの花びらと。よし、作業に取り掛かるぞ。お願いします。パナシアボトルの出来上がりだ。これで毒を浄化できるはず。ルルムでね、早速。そんな慌てんなって。一つしかねえんだから、落としたら大変だぞ。うん、なら慎重に急ごう。おお、毒を浄化する薬ができましたか。カロル任せた。面倒なのは苦手でね。え、いいの？じゃあ僕がやるね。カロル、誰かにハルルの花を見せたかったんですよね。多分な。ま、手遅れでなきゃいいけど。キング。お願いします。結界よ、ハルルの木よ、蘇ってくだされ。そんな。嘘、量が足りなかったの？それともこの方法じゃ。もう一度パナシアボトルを。それは無理です。ルルリエの花びらはもう残っていません。そんなのって。
願い。エステル。今のは呪術なのか。これは夢だろう。ありえない。でも立てるか。ユリ、フレンのやつ戻ってきたら花が咲いててびっくりだろうな。さ、ユリとフレンって不思議な関係ですよね。友達じゃないんです。ただの昔馴染ってだけだよ。お城で会った。住民を巻き込むと面倒だ。見つかる前に一旦離れよう。え、なになに、どうしたの急に。ヨガン、はい。面倒な連中が出てきたな。ここで待っていればフレンも戻ってくるのに。そのフレンって誰。エステルが片思いしてる帝国の騎士様だ。え、違います。あれ、違うのか。ああ、もうできてるってことか。そんなんじゃありません。まあ、何にせよ町から離れた方がいいな。そうですね。町の皆さんに迷惑をかけたくありません。フレンって人の行き先が分かってるなら追いかけたら。確か東に向かったって言ってたよな。はい。アスピオってのがどこにあるか知らねえけど、とりあえず今は急いでここを出た方がいいみたいだな。待ってくだされ。花のお礼がしたいので我が家へおいでください。そんなお礼だなんて。そんな遠慮なさらずに。私は先に家に戻っております。あ、ちょっと。どうする、お礼だって。このまま無視していくわけにはいかんだろう。でも私夢中で何したかもよくわからないのに。ま、とりあえず言っとこうぜ。断るなら断るでさ。だが、おお、よくぞ参られました。ありがとうございます。でも私たちあまりゆっくりもできないので。まだ騎士様も戻られていないのに町を離れるのですか。ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎの用とか。ま、そんなとこだ。私でお力になれることなら何なりと。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。でしたらわずかばかりですが。俺、何もやってないぜ。しかしお連れさんにお世話になりましたので。じゃあいいえ、それは受け取れません。いや、しかしそれでは気持ちの収まりがつきません。ならこうしよう。今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。それいいですね。とても楽しみです。
パドを振って、わかりました。その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。振ってパドへ行く。一ついいか、アスピオって町に聞き覚えない？アスピオ、ああ、日陰の町。聞いた話では日がほとんど差さない洞窟の中の町だそうで、たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが、どうにも気味が悪くてほとんど交流はないんです。その町はどこにあるんだ？東の方角だったかと。詳しい位置までは何とも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、それだけだ。待ってろよモルディオの野郎。不謹慎かもしれませんが、私旅を続けられて少しだけ嬉しいです。こんなに自由なこと今までになかったから。大げさだな。でカロルはどうすんだ？港の町に出てトルビキア大陸に渡りたいんだけど。じゃあさようならか。え？カロル、ありがとな。楽しかったぜ。お気をつけて。あ、いや、もうちょっと一緒についていこうかな。なんで？やっぱ心細いでしょ僕。ま、カロル先生意外と頼りになるもんな。ではみんなで行きましょう。で、東だっけ？ああ、フレンは。はい。俺はアスピオって町に行きたいんだけど、とにかく奴らが来る前にここを出よう。